すごくいいところをたくさん見たいと思うので、あのサッカー楽しん でサッカーやってなかったりゴールキーパーやってない選手もいると思うけども、あの本当にサッカーを楽しんでこの3日間過ごしてください。いいかな。はい。スーパー少女プロジェクトなんですけども、年間、5回のキャンプを、行っております。でそのうち1回は、セレクションキャンプという形で、自己推薦、応募してきた選手の、トレーニングキャンプとなります。で今回、トレーニングキャンプセレクションキャンプということで、24名の選手を、選んで、トレーニングキャンプを行いました。今回のキャンプではサッカー未経験者の選手やゴールキーパーをやったことない選手もいる中で、小学生、中学生2つのカテゴリーに分けて実施しました。今回のセレクションキャンプでは将来可能性のある選手が多く見られました。で特にあの選手は初めてこういう JFA の活動に参加する選手が多かったんですけども、非常に積極的に取り組んでくれて、いろいろなプログラムもスムーズに行われて、ゴールキーパーの楽しさやサッカーの楽しさを伝えられたのではないかと思います。その後4回のキャンプはトレーニングキャンプということで、今回選んだ選手の中からピックアップして次のトレーニングキャンプ、また去年まで活動していたキャンプの中から選手をピックアップして、また今後地域トレ戦や大会等から選ばれた選手を招集してトレーニングキャンプを行っていく予定です。まだ将来の夢も決まってないから、将来の夢を探すためにいろんなスポーツをやってるからサッカーにも挑戦してみようと思って申し込みました。最初は初めてだったので、不安だったんですけど、優しい友達もいて、いろいろアドバイスをしてもらったりしたり、コーチも優しく教えてくれたから少し上達できて嬉しかったです。オリンピックに出るのが夢なので、まだ考えてるんですけど、できれば続けてみたいです。サッカーを始めたきっかけが、お兄ちゃんがサッカーやっていてとてもかっこいいと思っていて、でお兄ちゃんがキーパーをやっていたので、お兄ちゃんは何回も諦めずに頑張っているのですごいかっこいいなと思っていたので、この応募を見た時にお兄ちゃんみたいに頑張りたいなと思って応募しました。この4年生の初めからサッカーやっていたけど、その時はフィールドで、始めたのが5年生の初めぐらいでした。自分のチームとかでやっていて、あんまり女の子とかがキーパーやっていることがないので、このキャンプに来てみんなキーパーが好きな女の子がいっぱいいて、とても頑張れそうな気もしたし、みんなで一緒に練習してとても楽しかったです。今何がありますか？なでしこジャパンに入ることです。なでしこジャパンのキーパーです。お父さんがキーパーの、コーチをしていて、で試してみたらどうかって言われたので、サッカーは幼稚園のからやっています。キーパーは5年生になってからです。まず最初に楽しかったこと と自分のチームではあまり練習などキーパー本来の練習をしていなかったので、このキャンプでいろんなことを教えてもらって嬉しかったです。将来の夢は U17 のキーパー、正キーパーになりたいです。きっかけは親がサッカーのゴールキーパーをやってて、それを親になんかやってみないかって言われたので、なんかやってみようかなと思いました。ちょっと言われてました満遍の意味で言ってましたなんかワールドカップとかで見て、なんか
かすごいなんか簡単に止めてるのを見て今回やってみたらなんかすごい強いのとかでなんかそのまんま体ごと飛ばされたりすることがあったのでやっぱりなんかすごいなと思いました。大人になってもなんかずっとサッカーやってたいなと思いました。すごいなんかいい経験した3日間だったから高校でもサッカーやりたいって言いたいと思いました。弟と兄のサッカーの影響でサッカーに興味があったのでいろいろ探してみて挑戦しようと思いました。やっぱりセービングとか最初にやった時はちょっと怖いっていうところもあったんですけど試合をやっていく上でゴールを止めたりするのが止めたりしてすごくサッカーの楽しさを知りました。高校でサッカーのある高校を探したい。最初はみんな静かだったのでちょっとやっぱりライバルとしてでしかないのかなとか思ってたんですけどだんだんサッカーをやる上でみんな楽しくなってきてすごく今は仲良くなったので違うところでやっていてもサッカーですごく仲良くなれるようになれるんだなと思いました。いつもは自分フォワードやってるんですけどキーパーやってシュートとかをどこに打ったら取りづらいとかを学ぶために来ました。なんかキャッチとか難しかったけど楽しかったです。なんかみんな明るくてすごい喋ってくれるし自分人見知りだったんですけど普通になんか楽しかったです。もっと上手くなってもうめっちゃ点決めれる選手フォワードになりたいです。やっぱキーパーやる子とかに今日っていうか合宿で教えてもらったこととか教えてあげたりそういうことをやりたいと思います。